カパーウコミュニティセンター前のカメハメハダ洋像。カパーウは、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島ノースコハラにある、町で、ハワイ島の最北部のコハラ山地の北側にある。カメハメハダ洋が生まれたところとして知られている。カパーウは、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のノースコハラにある、町で、CDP で、の人口は1000人余り。ハワイ島の最北部のコハラ山地の北側にある、 歴史的には、すぐ西隣のハビと共に、カメハメハダ王が生まれ育ったところとして知られていて、それを記念したカメハメハダ王像が街中のカパーアウコミュニティセンター前にある。これは、パリで制作され、輸送船が途中フォークランド諸島で遭難して失われ、再制作された像は、ホノルルのハワイ州都歴史地区にあるが、元の像はその後リカバーされて、カパーアウに設置された。 カパーウは地方裁判所や高校があり、この地域の中心地になっている。また、すぐ東にあるポロルー渓谷への入り口にもなっている。ハワイ島の西のカイルアコナと東の広を北回りで、結ぶハイ州道19号線上のカワイハイから北へ向かって後に東へ伸びるハワイ州道2 7十号線に沿った町である。旅行ガイド、地球の歩き方、リゾート、 ハワイ島、P183 カメハメ肌要像、カパーウ、ハワイ島英文ガイドブック、ロンリープラネット、ハイピアニッシモ、256から 257P261。ありがとうございます。